九鬼の提鎮祭り、天皇様は、埼玉県九鬼市で行われている旧九鬼町の鎮守である、薬雲神社の祭礼である。この祭礼期間は、毎年7月12日から7月18日までで、あるが、出しが引き回されるのは12日と18日のみである。18日という日日に,については、天命の大噴火の日が7月8日であったため、10日遅れで7月18日に、 取り行われるようになったと伝わっている。出汁の引き回しは、茎役雲神社の出汁行事として、平成16年4月1日に、茎市無形民族文化財に指定されている。また、表記する際に、日下げ明かり祭りと綴られることもある。茎市内ではこのほか上、清久地区にて、神清久の天皇様が出汁三代にて行われている。天明三年の浅間さんの大噴火で、 クをはじめ夏作物が全滅したことによる生活苦、社会不安などを取り除くため、本町の宮本家の氏神であるあたご様の祭礼用の出汁を借用し、引き回して豊作を祈願したのが始まりと伝えられているが、流行病が広まったために始まったとも伝えられている。祭典行事が特に盛り上がりを見せたのは、明治20年代後半であるとされている。 当時の様子は戦勝神社の絵画に記録されている。八丁内から八台の出汁が繰り出される。周り部体形式の屋台型出汁で、各町内とも、ほぼ同様な形態である。昼間は、伝説、歴史上の人物の人形を、出汁の上に飾り立て町内を引き回す。夜間は、人形を取り外し、出汁の紙面に四百数十個のちょうちんを飾り付けた、ちょうちん出汁となる。 その出汁の様子は関東一とも言われる。この祭りは喧嘩祭りとしての側面もあり、かつては勇ましく出汁同士をぶつけ合い、各町内の繁栄を競い合っていた。現在でも出汁を急接近させたり、ぶつけたりする。なお、町町の高原には現在でも、ろうそくを使用している。東町については、九九駅東口地区のうち、九九町、下村分、大田村、 江ず村を含み、この下村分が、統一となり、宇じ子となっている。薬も神社の祭礼であるが、神社自体が、茎駅、西口資近に位置するため、事実上、茎駅、西口周辺が会場となり、祭りの最後には、茎駅西口に、拡張内の出しがすべて集結する。また、旧市街地を通る茎駅前通りには、茎市の道路愛称名として、 提鎮祭り通りの名が付されている客中参考資料ありがとうございます。